悠久の時が流れゆく東インドの中心都市カルカッタ。ヨガマスターダルシムはこの聖地で日夜修行に明け暮れていた。ジェラムオムナモバカバテシバナンダヤシリラムジェラムジェジェラム。この邪悪な笑い声はオムナバシバーよ。私はダルシム、ヨガを通じて悟りを追求する者。この声の主よ、聖なる炎を通じてここに召喚する。我が元に来たり、我が問いに答えよ。神前に不気味な男の幻影が浮かび上がった。ウヌは何者か。我が名はベガ、闇の世界の覇者。主は魔性の者。この世に這い出し何をする所存か答えよ。問われるまでもない。悪とはあらゆる精神を支配する永久に消滅することのない絶対の力。我のサイコパワーはあらゆる邪悪な精神を支配し、やがてこの世を漆黒の闇へと染め上げてゆくのだ。その野望、このダルシムが知った以上断じて成就させるわけにはいかん。聖なる炎をもって焼き払ってくれよ。来るがいい。だが何人たりとも我が野望を阻むことかなわぬ。ベガの幻影が覆いかぶさるようにダルシムに襲いかかった。ヨガフレイム。ここはニューヨークにある武術道場。緊迫した空気の中でチュンリーとリュウは向かい合っていた。行くわよリュウ。うん、はじめ。せーりゃー。今だ、飛行拳波動。おしまいっと。まだまだ実戦じゃ役に立たないわね。いいか、チュンリーの繰り出す気功拳にはすでに強力な気は宿っている。お前はまだその力を全て解き放ってはいない。理屈はそうなんだけど。理屈じゃない、感じるんだ。体から湧き上がってくる気を感じ取れ。さあもう一回行くぞ。はい、うりゃー。はい。その瞬間、誰かが道場の扉を開けた。あれ？ギャー！あと！油断したわね、リュウ。チュンリー、お客さんだ。後ろ。え？お客さん？あー！チュンリー！コンロ？コンロなの？元気だったかい？その後ろから、国防省特務局員の密教僧列が顔を覗かせた。おほほほほほほ、チュンリーどうしたい。狐にでもつままれた顔じゃの。列、どういうことなのこれは。あ、いや実はな、アメリカ連邦麻薬局から上海警察に捜査の協力要請をしたんじゃ。で、希望者を募ってみたところ。おお、一も二もなく僕が志願してやってきたってわけさ。そうだったの。会いたかったよチュンリー。もう二度と会えないかと思ってた。見くびらないで、チュンリーはそう簡単にくたばらないわ。そうだね、
本当に君はすごいよ。アメリカで麻薬捜査官になっちゃってるんだもの。とても僕なんか。チュンリー、この人誰？紹介が遅れたわ。私が上海で麻薬捜査官だった頃の同僚よ。はじめまして、コンロンです。あ、コンロンって言ったら橋の根っこの穴の開いた食い物の。あ、それはレンコンです。レンコン言うたらチュンリーの足の。それは大根。ぎゅー。いて。何万ダブ。おお、いて。チュンリー、この人は。うん、日本の格闘家リュウよ。捜査に協力してもらってるけど、肩書きは民間人なの。この人の希望でね。役所仕事は性に合わんのでな。リュウには何度も危ないところを助けてもらってるのよ。そうなんですか。僕からもお礼を言わせてください。いえいえ、どういたまして。いたしまして。あ、いたしまして。これでいいか。うん、合格。コンロン、え、どうしたの？なんか寂しそうな顔してたけど。ああ、そうかい。あ、気のせいだろ。ほら、長旅で疲れてるから。おお、あのな、あ、よっしゃ、今度ゆっくり休んでから操作方法を説明しよう。はい。練習の邪魔したな。それじゃあチュンリー。うん、また後でね。大丈夫か？見たところ随分やさ男のようだが。体の大きさで捜査官の能力は決まらないでしょ。さあ、リュウ、練習の続き続き。おう行くわよ。飛行剣。ダメだダメだ、もう一回。その建物はマンハッタンにあるシャドルーのアジトだった。ベガ様、サイクラックは順調に世界に蔓延しております。まもなく世界中のジャンキーどもは全てサイクラックの虜となるでしょう。リー・ヨーク、麻薬捜査関係当局の動きはどうなっておる？確かに捜査は厳しくなりましたが、我々の巧妙な販売網の前に苦戦をしている様子。ねぎらいの手紙でも書いて差し上げたいくらいです。順風満帆と言いたいところですが、一つ気がかりなことがございまして。なんだ？あの小娘チュンリーの存在です。あれから麻薬捜査局に正式に配属され、現在ここニューヨークで我々を執拗に捜査している様子、目障りです。いっそ一思いに始末いたしましょうか。私にお任せくだされば、最も残酷な方法で地獄に送ってやりますが。殺しか。確かに簡単な方法だ。だが正義を貫こうとしている者にとって、死は必ずしも絶対の障壁ではない。申されますと？チュンリーを殺したとしても、その屍を乗り越え、さらなる正義の使者が我々に牙を剥いてくるものだ。ですが、このまま見過ごすわけにも参りますまい。あの娘とはベトナムからの因縁だ。この始末我がつけてくれよう。なんと、ベガ様直々に。チュンリーは光に向かう魂は持ってはいるが、心の奥底では我に対する激しい憎悪の炎が揺らいでおる。それは幼子だったあの娘に植え付けておいた闇の因子。では、あの娘を生かしておいたのはまさか。その通りだ。あの娘の魔道を開き、我がしもべと化す。闇に落ちた天使の力は、徘徊する小悪党どもとは比べ物にならぬほど強大だ。なんという恐ろしいお方だ。リー・オークよ、チュンリーを罠にかけよ。そして我が前に差し出すのだ。はは。
活気あるニューヨークのチャイナタウン、チュンリーとコンロンは歩いていた。さすが中国人、どこで生活しててもたくましいな。ほらほら、見物に来たんじゃないのよコンロン。わかってるさ、捜査の基本は歩くことから。さて、情報を集めるとするか。特に私たちにはチャイナタウンの捜査はやりやすいもんね。ああ、中国人同士だからね。やっぱり同じ国の人間でなきゃ。そうね。あのさ、チュンリ。何？あの、リュウって日本人の空手家だけど。リュウがどうかしたの？ああ、チュンリはあの人のことどう思っているのかなって。隠れて、コンロ。チュンリーは物陰に身を潜めて通りの向こうを歩いている男を見据えた。あの男、リオーク。あの、シャドルの。そうよ、ベガの副審、リオーク。あいつがここにいるということは、ベガもこのニューヨークのどこかに潜んでいる可能性があるわ。なんだって、総帥ベガが。尾行するわよ、コンロ。チュンリーたちは雑踏の中を足早に歩くリオークを尾行していった。一体どこに行くつもりなんだ。麻薬取引か、あるいはベガのところか。どっちにしろ逃がさないわよ。リオークはやがて閑散とした倉庫に消えていった。行くわよジュンリ、本部に連絡を。そうね。こちらチュンリー、聞こえますか？はーい、もしもし、レッツでーす。このおっさん。どうしたいチュンリー、ベガの足跡でも見つけたか？近いわね、リオークを見つけたの。なんだと？で、今どこじゃ？チャイナタウン、モッドストリート、13番倉庫の前。突然、武装した男たちが現れ、チュンリーたちに銃口を突きつける。動くんじゃねえ！気を捨てろ！チュンリー！何事じゃ！チュンリー！チュンリーの持つ通信機を弾丸が弾き飛ばした。罠か！ピンポーン！ご正解だ！商品は鉛玉だ！うわぁ、コンロ！逃げねえように足を打ち抜いただけだ。死にゃあしねえや。様、おっと、そちらのお姉さんはかなりの使い手と聞くからな。足手まといを作っときゃ逃げれん、戦えん。ははこりゃ大変だ。血が止まらねえぜ。早く早く手当てをしてあげなきゃ。チンリー、逃げてくれ。君一人なら。そういうわけにはいかんよな、チュンリーさん。さあ倉庫の中に入ってくれ。俺たちはただの道案内さ。地獄へのな。チュンリー、コンロ、歩ける？肩を貸すわ。すまない、僕は。チュンリーたちは倉庫に追い込まれた。その中にはリオーク。ようこそいらっしゃいました、チュンリー様。ロス以来ですな。お元気そうで何よりです。私に何の用だ？お前の目的が私に対する復讐ならば、コンロンは関係ない。私だけを殺せ。いえいえ、このように手の込んだ真似をいたしましたのは、あなた様にぜひ会っていただきたいお方がいらっしゃるからです。何？チュンリー様にはご幼少の頃よりご縁の深いお方のはず。まさか。どこだ、あいつはどこにいる？間もなくこちらに。一瞬にして空間に邪悪が満ちた。凄まじい波動が大気を揺るがせ、チュンリーの髪がざわめいた。この禍々しい気配は。
あの時の幼子か。ふっ、見事に成長したものだな。うらジュンリー、野獣のごとく方向を上げ、殺意を込めた聖剣を目がめがけて叩き込む。うらジュンリーの攻撃を腕一本で返すなんて。どうした、まさかそれで終わりではあるまい。ジュンリー、ジュンリーの足技見事なものだが、ベガ様には通じるはずもない。おお、立ち上がったか。大した根性だジュンリー。あの構えは、難しい。出川気功剣をこともなげに振り払った。未完成の技などこのベガに通じると思っているのか。いやもう立つな、立ち上がるな。それでもなおチュンリーは立ち上がった。燃えるような瞳でベガをにらみつける。ベガ感じるぞ、焼き付くような憎しみを、怒りを。それでよいのだ、もっと憎め、呪え。限りない呪詛を我に叩きつけるのだ。そうだ、お前の心の闇からいずる声に従え。チュンリーはふらつく足でベガに向かっていった。力ない拳がベガの胸板を叩く。ベガはチュンリーの両肩をつかみ、魂を射抜くように見据えた。シャドルーの総帥にして闇の世界の覇者ベガ。17年前、サイゴンでなぜお前を殺さなかったと思う？それは父との約束で。このベガに約束など少し。それではなぜ？お前の瞳に邪悪な光を見たからだ。何だと？我はお前に内在する悪の才覚を見抜き、それが育つ時を待っていたのだ。何をバカな。私の進むべき道は正義の道。誰が貴様などに。哀れなり。そのまやかしの信念のせいで、お前は本来歩むべき道を見失ってきたのだ。チュンリー、我が瞳を見よ。ここにお前の帰るべき真実がある。やめてくれ、僕のチュンリーを壊さないでくれ。人間の魂は悪を望んでいる。幼き頃よりお前は我に対する憎しみを抱いて生きてきた。憎しみは愛よりもはるかに強い情念。お前は正義の道を進みながらも常に我と共に歩いてきたのだ。我の元に帰れ、チュンリー。違う違う、そんなことが。あ、頭を抱きかかえ、チュンリーは必死でベガのサイコパワーを跳ねのけようとあがいた。だがチュンリー、誰か助けて。私の心が私の言うことを聞いてくれない。心の中にどす黒いものが広がっていく。だー！傷ついた足を引きずって、
コンロンがベガに襲いかかった。この虫けらが、そこでチュンリーが我がサイコパワーにひれ伏す様を見ておれ。ヨガー、チュンリーの精神が崩壊する寸前、窓ガラスを突き破ってターバンに身を包んだ男が飛び込んできた。ん、なんだあの男は。ファイヤー、うう、ん、炎を吹き寄った。ダルシムか。すでにアメリカに乗り込んでいたとはな。魔人ベガよ、聖なる炎に焼かれてここに滅するがいい。ヨガフレイ、肩払いたいわ。ベガは炎の上を飛び、ダルシムに攻撃をかけた。貧弱なヨガ使いが。ベガ様、警察が来ます。もうひとまず引き上げましょう。くっ、待てい、ベガ死ねえ。行くぞ、よっ。はっ、ジュンリー、ジュンリー。コンロンはチュンリーを抱きかかえた。リュウ、チュンリー、君は。そのままチュンリーは気を失った。その娘の魂、サイコパワーにひどく傷つけられてしまったようだ。私がもっと早く到着すべきだった。すまない。動くな。やっと警官隊が突入してきた。ベガはすでに逃走した。この二人の手当てを早く。黙れ、動くな。ん、私に言っているのか。貴様が一番怪しい。何、私のどこが怪しいというのだ。全部だ。ヨガ、この人は犯人ではない。我々を助けてくれたんだ。リュウとレツがチュンリーの元に走り寄った。チュンリー、チュンリー、チュンリー。お、どうやら生きてはおるようだな。タンクだ、急げ。列、少林寺拳法師範列ではないですか。いやいや、あんたはヨガマスターダルシム。なんだ、知り合いか。うん、以前手合わせしたことのあるヨガの達人じゃ。格闘家として腕は超一流。数々の驚異的な技を操ることができる。ほう、そいつは楽しみだ。でもなんであんたここに。
麻薬捜査局でダルシムはベガと戦うことになったいきさつを話していた。なるほどの。ベガの存在をはるかインドで察知するとは、さすがヨガの達人じゃ。悟りの境地に達すれば、地球の裏側であっても感じることはできます。ヨガか。あのさ、ダルシム。何です？ちょこっと俺と勝負してくれんかな。これ龍たくも達人に出会うとすぐこれじゃ。こいつは俺の持病だよ。ヨガの達人と戦うチャンスなんてめったに。すいません。おお、コンロンか。どうだ、怪我の具合は。はい、おかげさまで弾はきれいに貫通していて大したことはないそうです。それはよかった。で、チュンリーは？それがどうした。とにかく病室に来てください。病室のベッドでチュンリーは眠り続けていた。先生、チュンリーは一体どうなったんだ。まさか死ぬんじゃあるまいな。それは大丈夫です。この患者は驚くべき回復力の持ち主で、怪我そのものは大したことはありません。しかし。なんだ。どうも精神に重大なダメージを受けたらしく、意識が戻ってこないのです。妙じゃな。はあ？ベガはチュンリーをどうするつもりだったんじゃろう。殺すには手が込みすぎておる。私にはわかる。この娘は清らかな魂の持ち主、類まれな天使性を持っている。ベガはこの娘を怪我し、魔道に染め、自らの傀儡とすることを目論んでいる。なんだと？ベガの狙いはチュンリーの命ではなく魂か。殺されるよりも恐ろしいことじゃ。幸いチュンリーの心は完全に闇に封じられたわけではない。だからベガは再びチュンリーを狙ってくる。勝負はその時だな。どんな方法で来るかわからん。24時間体制でチュンリーを警護するぞ。麻薬捜査局の屋上で龍は一人鍛錬を続けていた。リャーセイチャー。誰だ。僕です、コンロンです。ああ、どうした、深刻な顔して。実は龍さんに話がありまして。あ、俺に？言っとくが、俺は男の趣味はないぞ。あ、違います。なんで僕があなたに惚れにはならんのですか。そうか。実はチュンリーを守ってやってほしいんです。はあ？だからみんなで。違うんです、リュウさんに守ってもらいたいんです。どうして？ベガに魂を奪われそうになった時、チュンリーはあなたに助けを求めました。だから。そうだったのか、チュンリーのバカが。どうしてチュンリーがバカなんですか。チュンリーはあなたを頼っているんですよ。ベガとは都市空間の戦いだったそうだな。はい。格闘家が生死をかけて敵と戦っている時に人に助けを求めるなどもってのほかだ。しかし戦いとは常に孤独なものだ。孤独の中で人の助けを求めたいという甘えがあったならば、すでにチュンリーは自分自身に負けていた。でも女ですよ。戦いに男も女もない。冷たいんですね。格闘家というものはそういうものだ。常に自分に厳しくあらねば生きてゆけん。チュンリーもそのことは分かっているはず。僕はあなたのように超人的な強さを持ってはいない。だけど僕はチュンリーを守ります。僕はチュンリーを。コンロン、チュンリーは必ず目覚める。俺はそう信じている。だからお前も信じろ。
夜が更けてきたの。正気が闇に紛れている。来るか。おそらく。眠り続けるチュンリーを見守りながら、リュウ、レツ、ダルシム、そしてコンロンがいた。来た。何この邪悪な気配。まさしくベガ。どこじゃ、どこから来る。チュンリー。ベッドの上で容器に身を包み、チュンリーは静かに身を起こしていた。闇の声が聞こえる。チュンリー、目が覚めたのか。何？ベッドから跳ね上がり、一気に窓際に飛んだ。お、これ若い娘がなんちゅう格好で。あの月明かりで体の線が透けて見えとるぞ。アホか己は。チュンリーに意識はない。ベガに操られている。サイコパワーが私を呼ぶ。行かなくては。チュンリー。窓ガラスを突き破り、チュンリーの体は夜の闇に溶けた。待て、チュンリー。そんな格好で若い娘が外に出ちゃいかん。ヘツ、おぞ。慌てるな。こんなこともあろうかとな、彼女に小型発信機を仕込んでおいた。何？これでチュンリーがどこに行くかは一目瞭然。さすがだぜ、ヘツ。僕も連れて行ってくれ。よし、今度ぜ。チュンリーはどっちに向かっている？そこを右じゃ。どうやらかなり厄介な場所に向かっているな。発信機の反応は法の秩序の及ばぬスラム街の奥に向かっていった。確かにこのビルの中に反応があるわい。立ちはだかる古びたビルは巨大な化け物のように彼らを見下ろしていた。この建物ひどく悪い磁場を発している。何か悪い因縁があるな。誰だ。笑いの主はホームレスの老婆だ。なんだ、ばあさんか。脅かすなよ。どうかお恵みを。あれ、少ないけど。どうも。あんた方、こんな夜更けにデビルズタワーに何のようで。デビルズタワー。神を信じるなら近寄らない方がいいよ。ここは悪魔の建物だからね。ばあさん、50ドルやるわ。詳しく話してくれんかの。老婆の話によると、デビルズタワーは神を呪う悪魔崇拝者の集う場所であったという。そして10年ほど前に、この世の破滅を祈りながら信者全員が集団自殺するという惨劇が起こった。それからというもの、ビルは閉鎖され、今では誰も近寄るものはない。さて、私も退散するとしようか。この年になっても命は惜しいからね。夜風の中に老婆は消えていた。デビルズタワーか。なるほどな。早くしないとチュンリーが。コンロン、その体ではこっから先は無理だ。死んでもいい。連れてってくれ。もし俺たちが全員くたばったら、次はお前がこの戦いを引き継がなくてはならない。だから残ってくれ。リュウ。なーに、
悪鬼長伏は坊主の独壇場じゃ。お主はそこでゆっくり休んどればいい。私を忘れては困るな。おほほ、そうじゃった。密教僧とヨガの達人が組めばサイコパワーなど恐るるに足らん。御敵長伏の神言共に唱えてくだされ。ナウマクサマンダバサラダンカン。そこはデビルズタワーの礼拝堂。中央に不気味な魔人像が祀ってあった。この世を呪い、神を呪って死んでいった怨霊どもよ、このベガは貴様らの願いを叶えるものなり、我に力を貸すのだ。礼拝堂に渦巻く悪霊たちが歓喜の声を上げた。祀られた魔人像の瞳が不気味に光る。これよりこの娘を魔道に染める儀式を始める。チュンリーよ、我が声が聞こえるか。再び目を開いた時、お前は忠実な我がしもべとなっているだろう。炎に照らされてチュンリーの肉体が怪しくのたうった。これはベガはチュンリーの髪に仕込まれている小型発信機を発見した。抜け目ない奴らめが。ドリャー、悪いな、壊れちまったぜ。古い扉だ、気にせんでもよいわ。貴様がベガか。なるほど、お偉い格好していやがるぜ。どうしたい、あんたの自慢の部下どもは。姿が見えんようだが休暇中か。魔導天下の儀式のため余計なものは遠ざけてよ。そうだよな、若い娘にいたずらするのに人がいちゃまずいよな。え、シャドルのエロ総帥さんよ。ふん、挑発しているつもりか。お楽しみのとこ悪いが、チュンリーは返してもらうぜ。ズヤッ、すさまじい竜の回し蹴りをベガは苦もなく振り払う。竜の体が空中で回転した。せい、その遠心力を利用して竜は円錐に蹴り込む。わずかに揺らいだベガにすかさず追撃をかける。波動拳、波動拳が打ち出される寸前、ベガの鋭い眼光が竜を射抜いた。体が動かん。むっ、ベガは無造作に竜を突き飛ばした。竜の体は硬直したままだ。この礼拝堂の中では我のサイコパワーは倍増しておる。貴様の動きを封じるなどたやすいこと。動けなくしてからいたぶる気か。ますます変態だな、おっさん。減らず口もそこまでだ。死ね。ステンドグラスを突き破り、2つの影が飛び込んできた。高い層レース参上。ヨガマスター、ダルシム剣山。ヨガファイヤー。ベガは襲い来る炎を素早くかわした。ほれ見ろ竜、やはり一人では無理じゃったろうが。体が動かん、なんとかしろ。それが人に物を頼む態度がの。言うとる場合か、貴様ら。ダルシム、神言じゃ。ベガのサイコパワーを封じ込めるぞ。ヨガ、オウムナバシバヤ、オウムナムナライヤナヤ。二人の呪文に因が結ばれた。周囲の邪悪な気配が徐々に薄れていく。この拝み屋どもが。やったぜ、体が動く。いや、おう、わしらが因を結んでいる間はベガのサイコパワーを抑えられるはずじゃ。だがその間私たちも攻撃できん。ここから先は都市空権の戦いだ。頼んだぞ。任せなさい。
い。遊んどるんかお前は。貴様程度の力でこのベガの相手が務まるとでも思っているのか。嬉しいぜ。一つ手加減なしで頼むわベガちゃんよ。ベガが攻撃に転じた。それは明らかに人間を超越した動きだった。ジーッ！ダブルニップス！サマーソルトスカイダイバー！ジーッ！こいつ本当に強い！恐るべき連続攻撃。あれでは竜が攻撃できん。ジャー！デッドリースルー。かろうじて繰り出した竜の攻撃を切り返し、見事に放り投げた。なあ！やばい！ひよった！とどめ！サイコクラッシャー！ベガの体から炎が波動拳！間一髪で放った波動拳がカウンターでベガを直撃した。うっ、危ねえ。だがベガは平然と立ち上がってきた。マジかよ。ちょっとは苦しそうな顔しないよ。まったく。魔人像が光る。何がおかしい。後ろだ。何？うっ、な、チュンリー。死ぬのよ、竜。背後から竜の首を締め付けてきたのは、なんとチュンリーであった。どうだ竜、救いに来た女に締め殺される気分は？え、チュンリー、お前。私はチュンリー、魔性に生きる女。この筋肉女が。だが背中に当たるこの柔らかい感触がなどと言ったる場合ではないな、グラジー。これはいかん。レッツ祭壇を見ろ。あの魔人像、凄まじい妖気を発しておる。どうやらここの怨霊たちは魔人像を拠り所としてベガに力を貸しているようだ。なるほど。つまりあれを破壊すれば悪霊どものパワーが分散し、ベガの力は通常レベルに引き戻されるわけじゃな。おそらく。さすれば我らも戦いに参入し、チュンリーが敵だとしても3対2勝てる勝負じゃ。しかし攻撃を仕掛けるには陰を解かねばならん。一か八か、やってみよう。ダルシム、ヨガ。ダルシムは大きくジャンプし魔人像に向かった。愚か者が。だが陰を解いたその瞬間、ベガのサイコパワーが爆発的に増大した。うわー、ズームパワー。それでもダルシム腕をゴムのように伸ばして魔人像を攻撃した。魔人像と同調するようにチュンリーが苦痛にうめく。その隙を竜は逃さなかった。今だ、背負い投げ。ゾーベガ。猛然とベガに襲いかかる竜だが、再びベガの瞳に邪悪な光が走った。体が動かん。貴様らもだ。さらにサイコパワーはレッツ・ダルシムを襲う。なんというパワーだ。動けん。魔人像に目をつけたまではよかった。陰を解いた瞬間、貴様らはすでに敗北している。化け物め。これで3人とも貼り付けになったわけだ。ベガは祭壇から一本の短剣を取り出した。
チュンリー、お前にこれを託す。はい。我に対する忠誠の証として三人の臓腑を引きずり出し祭壇に備え立てよ。なーに受け。まずは竜からだ。チュンリーは短剣を構えて向き直った。竜、短剣が小刻みに震える。のー、凄まじい気合を発し、竜は金縛りに抵抗した。超人的な筋力で徐々に腕をチュンリーに向ける。全身の血管が膨れ上がり、顔面は炎の形相を呈していた。凄まじい男よ。だがそれが限界。ついに竜はチュンリーの顔に腕を伸ばした。チュンリー、竜つけー。なんじゃと。お前が俺を殺すというのならそれもよかろう。殺すがいい。腹渡引きずり出すがいい。竜だが、俺を殺した後お前もその剣で自らの命を絶て。宿敵に操られ恥辱にまみれ生きるよりも誇り高き戦士として死を選べ、チュンリー。チュンリー、やれ。突然礼拝堂に銃声が響いた。チュンリー、コンロン。また一人地獄に迷い込んできおったか。死ね、ベガ。なんて速さだ、追い切れない。コンロン、魔人像だ。あれを破壊すればチュンリーを取り戻せるかもしれん。魔人像を撃て、コンロン。うわあ。弾丸が魔人像の眉間に命中した瞬間、チュンリーの体に衝撃が走った。よくも魔人像を。コンロン。ベガの一撃がコンロンを跳ね飛ばした。凄まじい苦痛の中でそれでも彼は叫んだ。チュンリー、思い出すんだ、君を愛していた人たちの言葉を。黙れ。コンロン、ここで愛など語ることは許さん。レガの死闘がコンロンの背中を貫いた。うわ、思い出せ、君のお父さんや所長が託した願いを。正義の道を。チュンリー。コンロン。コンロンはよろめきながらチュンリーに近づいていった。守ることもできない。どんなに君を愛していても、どうすることも。本当にごめんよ。その慟哭は紛れもなく魂の叫びだった。チュンリー、敵は目の前にいるぞ。うわあ。浄化の叫びじゃ。心の暗雲が取り払われていきよ。魂に聖なる輝きが戻ってきた。チュンリーの振り上げた両腕にまばゆいばかりの気が集中していった。魔道を捨てるか、チュンリー。凄まじい破壊力の気功剣はベガの体を吹き飛ばし、さらに神殿の魔人像を直撃した。やった、魔人像が崩れていく。すごい誇り、まるで煙幕じゃ。破
悪霊の叫びか。怨霊どもが苦しがっておる。すさまじい霊力じゃ。これはポルターガイストが来るぞ。コンロ、死なないでコンロ。デビルズタワーに無数の亀裂が走り出した。やばい、こいつは倒壊のコースじゃ。チュンリー、チュンリー逃げるぞ。チュンリーはコンロンの傍らでうずくまっていた。コンロンが、コンロンが。どけチュンリー。なんとか息がある。今すぐ手当てすれば助かるかもしれん。運び出すぞ。レッツ、ネガは。わからん。魔人像の下敷きになっていてくれればありがたいんだが、確かめている暇はない。逃げるぞ。急げ、もうすぐ出口だ。正面玄関の重い扉が閉まっていく。閉じ込められた。道連れにする気じゃ。くそ、波動拳。ヨガファイヤー飛行船。見事に崩れ落ちたもんじゃのう。あとは瓦礫の山ばかりか。結局ベガの死体は見つからなんだ。やはり逃げられたようじゃな。ベガを倒すことはついにできなかった。いかに私が真の悟りに達していないのかが証明されたわけだ。なーに、またチャンスは巡ってくるさ。みんなー。おう、どうだったコンロンの容体は。なんとか命は取り留めたわ。そうか、それはよかった。ああ、今回助かったのはコンロンのおかげじゃからの。チュンリー、お前はもう何ともないのか。うん、大丈夫。今度のことではみんなにとても迷惑かけちゃったわね。やいやい、チュンリーが元に戻ればそれで何よりじゃよ。チュンリー、尋ねたいことがあるのだが。何？魔道とはいかなるものであったか。ダルシム、何もこんな時に。いいのよ、答えるのは私の義務だと思うわ。魔道とは深淵の闇に向かう邪悪だった。だけど落ちていくことに甘美な誘惑があって、行き着く先は破滅だと分かっていても抜け出せないの。でも魔道の淵に立った時、私を叱り飛ばしてくれた竜の声、そしてコンロンの思いが光へ引き戻してくれた。もう二度と惑わされたりしないわ。素晴らしい、君は闇の力に打ち勝ったんだ。ううん、みんなのおかげよ。あ、ところでのチュンリーや。何？コンロンのことじゃが、どうするつもりなんじゃ。うん、お前さんを死ぬほど愛しておるぞ。そうだったのか。これだもんね、この単細胞。お前の脳みそは筋肉でできとんのか。いや、俺は昔から色恋沙汰は苦手なもので。ヨガコンロンの思いは私にはもったいないくらいよ。だけど私には使命がある。悪の組織シャドルを壊滅させるまで私は当たり前の女としての幸せなんかを自分に許すわけにはいかないわ。そうか、コンロンには悪いけど。大丈夫だって。チュンリーに振られたところでもっといい女の子たくさんいるんだから心配することないって。な、あはっ、あはっ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 は
ったんですか。もう死にたいわ。相変わらずその場の空気の読めん男じゃのう。バカ。あ、まあ、いいじゃないか。そればっかり。の赤い波動拳が出る確率は何分の1？はい、リュウさん、お答えは256分の1だ。正解です。第2問。ゲーム中のチュンリーの声を演じた人はスト2のキャラデザインの女の子ですが、さて、この人はスト2のどのプレイヤーを作ったでしょう。よも、はい、ダルシムさん。チュンリーの声の人だからチュンリー。はい、チュンリーさん。エドモンド・ホンダ。というわけで始まりましたカルトスト2。この番組はスト2に関するカルトな問題を集め、なんとスト2出演者の皆さんに答えていただこうというビッグな企画です。では回答者の方々です。まずこの人抜きにはスト2は語れない。最強の格闘家を目指し戦い続ける男、リュウ。よし。そして修羅の世界の紅一点、麻薬捜査官チュンリー。こんにちは、美少女チュンリーです。真の悟りを求めて激しい修行を続けるヨガマスター、ダルシム。よろしく。以上の皆さんです。あ、ダンガイ。レッツさんいたの。レッツ、お前スト2のキャラではないだろうが。固いこと言うなえ、わしゃゲストじゃ。この出たがりが。あ、さてはスト3で復活狙ってるな。あ、わかる。それではまとまったところで第3問。エドモンド・ホンダのエンディングに登場する弟子の名前をすべて述べよ。レッツさん。な、龍山安花田丸の海、それと西の富士。ざっとこんなもんじゃい。どうだいどうだい。よし、負けるか。第4問。エドモンド・ホンダがひっくり返った時、股間に見えるものは何？はい、タッチの差でチュンリさんどうぞ。はい、何ですか？大きな声ではっきりとお答えください。全国の皆さんに聞こえるように。やだもう。レッツさん、真っ赤に燃えたふんどしだろ。わかってたのにな。第5問。ダルシムのエンディング、カレーを食べているのはどっちの手？よっ、ダルシムさん、さあどっちだ。右手。左手にカレーがついてたらえらいことだな。よっ。第6問。チュンリーのスリーサイズは？おっと、早い。レッツさん。バスト88、ウエスト58、ヒップ90。ほとんど筋肉じゃがな、男好きのする見事なプロポーションじゃよ。このエロ坊主、なんであんたが私のサイズを知ってんのよ。おっちゃんはな、なんでも知っとるで。
あんたの秘密もっと言っちゃおうか。即神仏にするわよ。第7問3択です。一つの企画マンは次の3人のうち誰でしょう。金さん、銀さん、任さん。はい、あ、こういう問題だと早いわ。龍さん。ちょっと早く押しちゃった。これ確かね、任さんかな。第8問ブランカのエレクトリックサンダーは何ボルト。おっと、ダルシムさん。1200ボルト。第9問スト2の最終ボスの名前はベガ。さて、海外版。おお、まだ問題の途中ですが、チュンリーさん大丈夫ですか。はい、海外版ではベガの名前はバイソンになってる。よくわかりました、大正解です。さすがチュンリー、どこかの鼻垂れとは出来が違うの。なんだと。誰がお前のことだっちゅうと。ちなみに海外版ではバイソンはバルログに、バルログはベガに、それぞれ名前が入れ替わってるわ。さて、現在の得点はチュンリーさん、リュウさん、ダルシムさんともに20点、レッツさん30点とわずかにリード。いよいよオーラスクイズです。最後の問題は100点加算されますので、すべての方に優勝のチャンスがあります。なんじゃいずりゃ。それじゃ今までの問題は何だったのよ。ヨガ、よし、負けんぞ。それでは、では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 、問題いきます。龍剣の、龍剣の波動拳を出すコマンドは。ぬりゃー、ドヒャー、怪盗台が真っ二つだ。すまん、ちょっと力が入りすぎた。ああ、まあ最後ですし、よしとしましょう。それでは龍さん、波動拳を出すコマンドは。波動拳の出し方はだな、丹念にこう気を集中させて、こう。それダメ。波動拳。考えてんだろこいつと。これが波動拳の出し方だ。ああ、セットがバラバラだ。当たり前でしょ、もう龍のバカ。本当に波動拳出してどうすんのよ。たわけヨガ。よいかのみんな、波動拳はこの世に危険な技だから、むやみに真似をしないようにな。それじゃあ、またー。こら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 、じゃお前はまったく。よっ、いけ、やめろ。よっ、そだ。あ、はーい、チュンリーです。皆さん、カルトスト2楽しんでいただけましたか。それでは CD ドラマ第4巻でまたお会いしましょうと言いたいところだけど、あともうちょっとおまけがあります。なんだそのおまけってのは。じゃーん、チュンリーの絵描き歌。は？絵描き歌っつうと、こっち行ってあっち行って落っこちるあれか。なんだかよくわかんないけども、そう、この歌さえ覚えれば誰でもかわいいチュンリーが描けるから、カプコンのゲームデザイナーの入社試験もバッチリ。ええんか、そんなこと言うて。いいの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 。それでは参ります、ミュージックスタート。豚まんチュンリー。失礼ね、何が、誰が豚まんよ。もう見たかな、よいかなみんな、
これは大変危険な歌だからむやみに真似は。ビュー！ボイ！たくも二人してもどこが危険なのよ。皆さん、この歌を覚えて可愛いチュンリーをたくさん書いてくださいね。ドラマの感想と一緒に送ってくれたら嬉しいな。はい、もう時間が来ちゃったみたいです。さらに熾烈さを増すシャドルーとの戦い、恐るべき正体を徐々にあらわにする総統ベガの次なる野望とは。正義のストリートファイターたちに勝利の日は来るのか。それではストリートファイター2 CD ドラマ第4巻でまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。また。